その頃、備前小倉で向かうところ敵なしとなっていた佐々木小次郎のもとに、遥か明の国からも武芸者が立ち合いを挑んできた。獲物は？你用何刀剑？用什么？道什么？何でもよいかと申しております。お好きなもの。那，在下只用这把刀。ではこれでと申しております。六尺。は。それで俺は見せ物めいた武芸は嫌いなんだ。